すげえな、おー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 、ちゃんとしてんな。めちゃくちゃアート活動してんね。もうなんか本業と同じぐらいやってるかもしれない。そうだよね。アイドルに対してのネガティブな偏見ってすごく多い。今年のね7月とかにちょっとやろっかなと思って。僕はおばあちゃんの絵を毎日描き続けて、絵っていうものを通して人の記憶に残ったっていうことがやっぱりこう自分の自信につながって、そうか、もう本当にアートの世界でちゃんと戦っていきたいなっていう感じ。なるほどね。あ、スニーカーもちょっと見たいんだけど。スニーカーはこれ僕自分で。マジで？見して。すげえ。これは僕ミシンもやるんですけど。どうなってんのこれ？ヒール。これはなんかもうトカゲの皮を買ってきて。買ってきて。トカゲとヘビの皮で作った。マジ？エアフォースワンなんですよ。すげえな。ゼロから作りました。素材も買ってきて。そうです。浅草で。ここがヘビの皮で、これトカゲの皮で、うん、まあ、これもちょっと珍しい、こういう光沢のある染めた皮なんですけど、ね、うん、この2つの皮を使ってエアフォースワンを作りました。すっげえアーティストだな。これじゃヒールが気になるんだけど、これはもう普通のエアフォースワンのソールを取りました。あー、で2つつけるみたいな。そうです、ワンサイズ上のやつを買って下をブラインダーっていうのをです削って、うん、ではめて業者に頼んで、いや自分で、もうアトリエにあるんですよ、ブラインダーとか。あ、そうなんだ。もう自分のアトリエでこれ作れるのに。あ、じゃあもういつでも気が向いたら作れんだ。そうですね。へー。ただもうこれはめっちゃ時間かかるんですよ。どんぐらいかかるの？50時間ぐらいかかる。マジで？しんどいっす、これは。これはちょっとやりすぎ。これやりすぎ。これ最初の個展のために5足作ったんですけど。5足作ったの？はい。じゃあかける5だ。ゼロから作るやつは。リメイクの靴を量産してて。へぇー。なんかゼロから作るやつはもうしんどすぎるんで。今一回経験としてね。はい、そうです。だから今は、フィンガクのチャックとかを作って、フィンガクのチャックをつけたカスタムスニーカーをいっぱい量産してて。うん、それをこの前台湾でやった個展では飾らせてもらって、で、まあ、それは結構それは30足ぐらいあります。それでもあれでしょ、あくまでもう作品として、まあ、もしくは自分のために。そうですね。なんでしょう、でもそれとかはもう本当に可愛いって心の底から言ってくれるような人にあげたりしてます。あ、そうなんだ。へえ。山田とかにはフィギュアあげたりしました。涼介ジャンプの、はい、へえ。あ、そうなんだ。めちゃくちゃアート活動してんね。もうなんか本業と同じぐらいやってるかもしれない。そうだよね。どっぷり本気でやってるもんね。本気で。え、別にキス前抜けるとかじゃないよね。抜けないです。まあ穏やかにはやってるってことでしょ。穏やかにやってます。だから本当にそうです、いい形でこうやってやらせていただいてるので。感覚としては何？じゃあもうまあ分かりやすく言うと二刀流じゃないけども、その音楽活動とかイベントなんかも楽しくやってきながら、うん、一方個人の線画としては引き続きアート活動をもっと深めていくっていう感じだ。そうですね。やっぱりなんかこう海外とかに行くと、うん、こうアイドルをやりながらアート活動してると、うん、なんかすごく偏見を持たれるですよ。片手間じゃねえかみたいな見方されるってこと？あ、もう本当まさにそうだし、アイドルに対してのネガティブな偏見ってのはすごく多いっていうか強い。そうなんだ。要はアート業界の中で。それは自分がそう参加してみて肌で感じるんだ。なんかすごくそれが悔しくて、うん、うん、なのでなんかこの事務所にいながら、うん、このお仕事をしながらちゃんと結果を出せたら、うん、なんかこういう結果を出せるタレントがどん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 この事務所から輩出されていったらすごくいいなって思うし、うん、そうだね、自分もその一人になれたらいいなっていう気持ちです。いや、だから道作ってる感じよね。もしそれで本当うまくいってさらにね、うんうん、次の世代じゃないけど、まあ、今はまだキッズ、まあ、そのちびっこジュニアの子たちなんかも
もしかしたらね、先輩千賀がああやってっから自分もやりたいみたいな人が出てくるかもしれないもんね。うん、それはすごい嬉しいですね。後輩がこう後ろの道をこう辿ってくれたりとか、うん、それこそカイトもフィギュア作りたいとか言ってくれてたから、うんうん、なんかそういうのすごい嬉しいんですよ。なんかいいね、すごい。なんかお互い影響、その刺激を与え合ってさ、うん、その全く同じジャンルじゃないにしてもさ、はい、なんか活性化されてる感じいいね。そうですね。だからもう後輩がそれ作りたいって言うんだったら全然作るし、うん、自分のルートとかも全然教えるし、うん、いいの？全然いいっす。だってそんな何年もさ、変な話お金もかけてさ、はい、ようやく見つけたやり方なわけじゃん、うん、でもなんかそうやってみんなでこの事務所を大きくしていけたらいいって思っちゃいます。シンガー、お前いいやつだな。いや全然そういうことじゃないですよ。なんか僕同じ趣味がある人と一緒に頑張りたいっていう気持ちが強いですね。あ、そうなんだ。はい、なんかそういう友達が欲しいってだけかもしれないです。ああ何仲間っていうんだろうな、そういうの。でもクリエイティブな、うん、はい、環境、なんかそういう友達みたいなのが欲しいなっていう。はい、いや、いいな。確かにな、なんかほんと不思議でさ、なんかいろんな人いるけどさ、興味ない人は本当に興味ないしさ、もう演者 100% 一本で行くっていう人もいればさ、うん、実は聞いてみると、うん、裏方作業好きみたいな人も様々な人いるもんね。そうですね。でしかも裏方の作業が好きな人って言わないじゃないですか、自分で。まあ、そうよね。掘っていくと意外と好き、うん、みたいな。家で実はやってましたみたいなね。そうなんだみたいな、うんうん、そういう人の力になれたらなと思います。フィギュア見せます？それ。ああ、そう、ごめん見てないわ。それ見してよ。めっちゃフィギュアは改良に改良重ねてて、おう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 、今まだ出してない、世の中に出してないフィギュアで新しく作ったフィギュアがあって、これなんですけど、これに、すげえな、おうおうおお、ちゃんとしてんな。これなんか、まあ触っていい？はい、大丈夫。すげえ、めちゃめちゃ重いね。そうなんですよ、これちょっと気をつけてください。どうしたらいいのか。これね、全部マグネットになってて、はあ、要は着せ替えできるんですよ。何それ、面白。要は服とかを着せ替えできるように全部マグネットになってるんです、はあ、これこうやって。あ、本当だ、すげえ。腕とかも全部マグネット取り外し効くんだ。そうです。で、なんかそのカラー違いなんかをつけたいとかそういうのもできるってこと。そうです。へえ。なんでグローブ？いや、これ目と鼻今ついてないじゃないですか。あ、確かに。目と鼻も取り外しで、うん、例えば24金をつけたりとか。おお、あ、リッチな感じでもできる。で、これリッチなやつを作ってたんです、今回。あ、そうなんだ。はい。今回、目と鼻を全部ダイヤにして作って。やば。これ何？まだ、じゃあ、制作途中ではない？一応完成はしてる？一応完成です。これ、その4つ作ったんですけど、その中の1個で。まだ展示もしてない？してないです。お、初出し的な？はい。いいの？いいっす。すげえな。今年のね、7月とかに、ちょっとやろっかなって思ってて。個展？個展。でもなんか別になんか、発表とかしないで、さらっとやろうかなって思って。何それやるならやるよって言った方がいいんじゃないの？いや、なんか、見つけたら来てみたいな。あ、そんなテンションでいいんだ。はい。それも美学？美学というか、なんか、こっぱずかしさもあるの？いや、なんていうんですかね。なんか、この、これを言葉にするとファンの人に語弊が生まれちゃうんですけど、うん、ファンアートじゃないっていうか。あー、わかった。すごいわかりやすい。なるほどね。なんかその本当に悪い意味じゃ全然ないけど、悪い意味じゃないし、ファンの人には結局来てもらいたいんですけど、そりゃそうだよね、はい、最初はやっぱこう調査したいんですよね。なるほど、今その段階なんだ。どの辺があれなの、その大変だったの、作るのに。さっき言ってたこれも調整がどこうやって、おすげえ、ネットになってて、鼻と目があれか、また素材が違うってことね。これ一体じゃあ何、結構リッチな素材で作ったわけじゃん、はい、その最初着手する前からそのぐらいの予算で行ってみたいって感じだったの。はい。でこれどんぐらいまでいけるかな、価値作れるかなっていうのは今後の展開次第かなって思ってるし、うん、これはまあ、うん、ね、1000万とかまでいけたらいいなと思ってますけど、うん、それはもうあれよね、誰なんかもう認めざるを得ないぐらいの価値よね、うん、アートってさ、そういうとこあるじゃない、その何、目には見えないけどもさ、素材以外のさ、はい、
そこにどれほどの価値があるのかみたいなさ。そうですね。ね。なんかその分やっぱこうブランディングだったりとかどういう風に展示をするのかとか、この子もなんか展示の仕方をすごく今考えてて、うん、この子にこうレーザービームみたいなのを、はい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 、なんかルパン三世がこう、はい、ああ宝石を取りに来る、宝石を取りに来るみたいな世界観を作ろうと思ってたりとか、スモーク焚いて、そうです、へ、それ今あれだ、考え中だ。そうですね、今本当そういう個展、そういう展示の仕方をしようとしてます。今年の7月、はい、場所も決まり、場所も決まってるけどどこかはまあ探してください。あ、さっき言ってた話ね。なるほどなるほど。はあ、そこに展示予定と。そうですね。すげえな。だからなんか腕とかもこうやって全然取れんだ、はい、これ何、これもこれ自体も何、特殊なやつな、プロなゲーム。これは 3D プリンターで作ってなくて型で作ってるんですよ。あ、型で作るんだ。どう、え、それだから型を作るのもね、あれだよね。そうです、型を作るのもちょっとお金かかるんですけど。そうだよね、いろいろやっぱこう試行錯誤で試して試して、うん、3D プリンターで作ると結局この中に素材を埋める作業が結構大変だったりとかするんですよ、うん、すごく軽いフィギュアを作るんだったら 3D プリンターの方向いてるんですけど、うん、重い、まあ、こういう重みのあるリッチなものを作りたいってなった時は、うん、型で作った方が安く作れるし、クオリティも高いっていうことが分かったんです。そうなんだ。でも本当にもう何個も何個も作って、うん、あれでもないこれでもないってやつ、あれでもないこれでもないで、これ外れた方がこう服変えれるし、うん、ブランドとコラボしたりしたら服だけを変えれてみたいなとか、ああ、いろいろ想定して、そのリカちゃん人形みたいに服だけこう変えれるみたいな。いや確かにこれ持った時すげえ重いなと思ったもん。じゃあ重さも一つのこだわりなわけだな。そうですね、まあ軽い方が持ち運びも便利だしいいんですけど、うん、例えば磁石に関しても軽い方が外れにくかったりするし、うん、いいんですけど、ただ持った時のリッチさとか高級感みたいなものはやっぱ重い方がなんか、うん、なんだろう、ある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 じゃないですか、うん、こう手にした時の、うん、思った、めちゃめちゃ重かったから、その重厚さがなんか一つのなんかポイントだと思ったの。軽いとなんか、まあ、チャッチーって言うとあれだけど、うん、だ反対にやっぱ重いとしっかり作ってんなみたいな。そうですね、あるよね。だからこうラグジュアリーラインとなんかこう一般の人がこう手にできるようなラインの2ラインがあったらいいなっていうのは今考えて、うん、そうなんだ。これまさにじゃあラグジュアリーライン。そうですね、品質をすごく極限に高めたフィギュアですね。でこれが一個さっきほら制作費だけでもね、そうですね、例えたいです。なるほどね。軽自動車どうのみたいな。そうですね、まあヒアルロン酸1年分打てるみたいな。全然わかんないわ。ビオノームちょっとわかんないから。あ、そうですか。あ、ビオノームあれなんでしょ、好きなんでしょ。いや好きですね。あ、そっちも聞いておきゃよかったな。ちょっと今日は時間がありだったけど、ね、そう結構重複、なんかキャラがすごく多くて多いね、渋滞してます、すみません。やりたいこといっぱいあるんだ。はい、じゃあちょっとまあ、うん、近々の話で言うと先ほども言ったけれども、はい、まあ、個展をどこかにはどこかでやるということで。そうですね。でかつこのフィギュアもまあ漠然としちゃうかもしれないけども、とにかくなんかそういう価値とかわかんないです、そういうブランドを高める作業を、うん、そうですね、なんかこう、まあ、海外の人とかたくさんの人にこう愛してもらう、うん、知ってもらうっていう作業を私は今やっていて、うん、そのためのいろんな活動をしてます。楽しみだな。なんかいやなんかね、うちの会社からそんななんか、あ、え、フィギュア界のあの千賀さんみたいな、そっちから知った人がさ、え、アイドル やってるんですかみたいな、はい、っていうパターンもおもろじゃん。なんかそうですよね、なんかそのやっぱりこう日本は日本のイメージがあると思うんですけど、うん、海外の人って全然そんなことも知らないんで、うんうんうん、だちゃんと海外で評価を作って、うん、今の事務所にこう戻せたらいいなって思います。なるほど。というわけでちょっとお時間がやってまいりましたね。はい、すみません、ありがとうございました。ちょっと皆さん、あの気になる方もぜひね、ちょっとこれ生で見てほしいかもしれないですね。重さとかいろいろそのなんか素材のこだわりなんかはちょっと生で見た方がいいかもしれませんね、うん、はい、というわけで今日のゲストは千賀くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あとどう、このフィギュア2体俺にちょうだい。ね、ちょちょダメ。え、
このラグジュアリーライン2体しかも2体ってあのほらね玄関の左右でちょっと置きたいなと思って2体って冗談冗談ですけども